お疲れ様です。旅客機ブルーでございます。ね、2023年もそろそろもう年末に近づいてきて、年末が近づいてくるとやっぱり年末箱が待ってるじゃないですか。というわけでね、僕も先取りして購入してきましたよ。年末箱こちらです。シークレットユーティリティボックス。もう2023年の年末箱を待てないんで、2022年の年末箱ね、買ってきちゃったよ。だって半額だもん。 50% オフですよ。いや、売れなかったなぁ、シークレットユーティリティボックスね。未だに売れ残ってるもんね。僕も去年の年末これ買わなかったんですけど、さすがに半額になればね、もういいんじゃねえかな、買ってみようかなっていう気持ちにね、なってきますよね。というわけで、半額にまで値落ちしてしまった2022年の年末箱を開封していこうと思います。ちなみに2023年の年末箱はちゃんとそれはそれで予約をしましたので、そっちはね、手元に来たらちゃんと開封をやっていこうと思っていますけれども、何が出るかな。これなんだっけ、8パターンぐらいあるんだっけ。8パターンぐらいね、あるんですよね確か。あ、1、2、3、4、5、6種類か。でカオスルーラーとかがね、もうピンチになっちゃってるんで、ルーラーが出ちゃったらね、ドンマイっていう感じでございます。でも他は実際もう、あと何が出たらいいんだっけっていうのが、ちょっとあんま覚えてないんだよな。サロスと、アーゼウスと、ジーランティスと、あとなんだっけ?あとクリカラ天童とかだっけ?そう、これ箱でもうわかんだよね。箱でもうわかるんだけど、ちょっとわ、覚えてねえんだよ。あ、まだこの段階だとわかんないね。ここを開けるとわかるんだな。ドキドキしますね。何の箱が、紫ってなんだ?いきますよ。ね。うわぁ、待って。マジで?マジか。サロス来たよ。サロス来ましたね。買ってよかった。マジで買ってよかった。すげえ。サロス、エレス、クルヌ、ギアス、来たじゃん。もう一番大当たりだ。やったよね。とりあえず、こっちは、箱があって、ストレージケースになるんでね。で、なんだ、仕切りが入って、あとセンターフィールドカードになるやつね。あ、フィールドセンターカードか。それから、スリーブと、ダイスと、あと、デッキケースですね。みんなが1年前ぐらいにやってることを、今更自信満々にやってますけどね。そしたら、これ組み合わせ決まってるんだよね。サロスと何が入ってんだ?サロスと何なんだ?もう開けよう。組み合わせになっているのが何でしたっけか。魔法カードだな。緑色なのが見えるんだよな。ペンデラム、あ、そうか。メサイヤか。メサイヤですね。なるほど、なるほど。はいはい、了解です。じゃあ、スペシャルパックどうする?開ける?これ自分で買ってねえからな、何が入ってるかわかんねえんだよな。一個開けてればね、中身わかるけど。いや、厳密に言うとですね、アンデッドさんが買って、なんか、買ったのを忘れてたやつを今年一緒に開けさせてもらったんですけど、うん?みたいな感じだったんで、覚えてないんだよな。アンデッドさんも僕も自分で使うカードみたいなのが入ってなかったんだよね。だからすごくなんか印象に薄くて覚えてなかったんだけど、ユーティリティだけどあんまり使うカード入ってないよね、みたいな話をして終わった気がします。はい、白石さん。ああ、アルシエル、武神ヤマト。うん。あ、そうそう。こんな感じだったね。こんな感じで自分で使うカードっていうのがほとんど入ってなかったみたいな、そんなノリだったな。思い出したよ。うん。今見てもね、自分で使うカード入ってねえんだよな。見れば見るほどっていう感じだけど、はい、うん、こっちはな、使うカードほとんど入ってないね。はい、いやー、でもね、こっち来てよかったなー。いや、これは本当にありがたい。よく当てた、えらい。もうこれが出ただけでもアドが取れたと思ってます。ありがたいです、本当に。というわけで、シークレットユーティリティボックス発売から約1年経ってからの開封でございました。来月になったら今年の年末箱の開封やっていこうと思いますんで、動画視聴の方よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。